読みたいと思います。ルカによる福音書の15章の1節からお読みします。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にすると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。以上です。イエス様の例え話の中でも特に有名なお話なので皆さんもよくご存知だと思いますが、まあ、この例え話をお話になったきっかけは、イエス様が当時罪人と呼ばれ誰からも相手にされなかった人たちと一緒にいて、それだけではなくて彼らと食事まですると、それをいつもイエス様の悪口を言っているファリサイ派の人たちに指摘されて、なんであんな連中と一緒に食事をするのかと言われて、イエス様はこのお話をされたわけですね。で、とこの罪人と呼ばれる人たちは当時、まあもちろんそんなに多くはいなかったようですけれども、しかし、人から嫌われる仕事 をしたり、また、そういう家に育ったりした人たちで、中には本当に悪いことをしているような人たちもいたと思います。でもイエス様はわざとそういう人たちと一緒におられまして、なぜかというと、彼らは自分たちはもうこの世界に必要のない人々だと思っていたからです。見捨てられるべき人々だと彼らは感じていたので、イエス様はそうではないよということを教えるために彼らと一緒におられたわけです。しかもただいればいいというわけではなくて、とても大切な存在なんだと、神様からの目から見れば君たちはとてもとても大切な存在なんだということを教えるためにこの例え話をなさいました。100匹羊を持っていれば1匹ぐらいいなくたって大丈夫かといえば、決してそんなことはないだろう。1万匹持っていたとしても1匹いなくなればその1匹のために全力で探すだろう。10万円持っていたんだったら1万円ぐらいなくなっても大丈夫ですか？そういう人はいない？いたら私に1枚ください。100枚持ってるから1枚ぐらいあげてもいいという人はあるいはいるかもしれない。はい、この間なんかアメリカの宝くじで600億円当たった人がいるみたいですね。まだ現れてない？もう現れたのかね。
フロリダかどっかで600億円、多分600億円当たったら1枚ぐらい僕にくれるかもしれない。ダメかね、多分持ってる人はね、くれないですね。神様の目から見れば何百億いようと何千億いようと一人は一人大切な存在。羊飼いはその一匹のために命をかけて羊を探し出すでしょう。もう一つの例えば10枚のドラクメ銀貨、まあ1枚1万円ぐらいです。10枚の銀貨を持っていた女性が10枚持っていたとして1枚なくしたら、この例え話は面白いですね。1枚失ったらその失った銀貨を探すために家を吐くと書いてある。普段あまり掃除してなかったこの人は。ちょっと反省したね、なくした瞬間に、それで慌てて部屋中きれいにしました。で、部屋の汚い人は少し何かなくした方がいい、そういう経験あるでしょね、なくなってね、慌てて掃除してね、あ、こんなとこ埃があったかみたいな、この人もそうだった。で、見つけたら、まあ、とにかく見つけるまで探して、見つかったら何と書いてあるかというと、近所の人を呼んで一緒に喜ぶって。一緒に喜ぶっていうことは見つかりましたって言うだけじゃ多分ないと思うんですよ、ね、多分なんかご馳走するでしょう、ね、でも1万円なくして5000円ぐらいご馳走したら、まあ、5000円の損というか得というか、でもそれでもいいわけじゃん、それでもいいわけじゃん。見つかった喜びっていうのは、99匹の羊を残して1匹を探した羊飼いも、この1匹の羊を見つけた時に近所の人を招いて一緒に喜ぶと書いてある。それぐらい失ったものを見つけた時は嬉しいでしょう。で、これは神様が思っておられる気持ちなんだと。神様の目から見たら、亡くなっていい、いなくなっていい人なんか誰もいない、価値のない人なんか誰もいない、私なんかいなくていいと思っている人はいるかもしれないが、神様の目から見たらそういう人は一人もいない。みんな同じように価値がある、みんな同じように。この世界は違うよ、世界は人に価値をつける、ランクをつける、あなたはいた方がいい、あの人は、あの、あなたはまあまあ、あの人はどう、まあいてもいなくても、でも神の目から見たらそういう区別は一切ないということです。みんな等しく価値がある。しかも見失われると書いてある、見失われていると。これは大切なところです。私は失われてませんよ、私は道に迷ってませんよ、私は自分がどこにいるか分かってますよと思っているかもしれないが、実はそうではない、実は見失われている。あなたも実は見失われているんだと。神の目から見たらみんな迷子だと、みんな迷子の羊なんだと。で、考えてみてください。まあ、調子がいい時は僕らは大丈夫と思うけども、なんかうまくいかなくなった時に慌てふためいて、あ、どうしたらいいんだろう、困ったな、誰か助けてくれないか、本屋に行ってこういう時はこうしたらいいみたいな本を探したり、いろんな人に話を聞いたりするでしょね。でもなかなか本当の答えはありません。神様の目から見たら私たちは道を失っている、見失われている。そしてしかも神様はそういう私たちを探している。イエス・キリストが人となっておいでになったのは私たちを探すためだ。しかも今も探しておられる。見つけるまで探し回ると書いてあるでしょ。見つけるまで、見つけるまで、1万円なくしたら見つけるまで探すでしょ。ね、まあいいや、1万円ぐらいって人いないでしょ。財布なくしたことある人いますか。結構いますね、財布なくしたことある、いない、恥ずかしく手挙げられない、そんなことない。
あ、いいですよ、下ろして、はい、正直でよろしい。財布なくした時どんな気持ちでしたか？ショックです。ショックでした。ラッキーとは思わないよね。ね、私もしょっちゅう財布をなくします。しょっちゅうなくします。しょっちゅうなくすんだけど完全になくしたことはないです。大体なくしたところは、なくすところは限られているので。でもあっと思うことは結構ある。で、必ず奥さんに財布がないっていう、うん、そしてヘラヘラ笑ってまたかっていう顔してます、はい、ね、またか、はい、でも大体 なくしてるのは車の中です。車に乗るときポケットから出してどっか置くんだね、そのまま帰っちゃう。だから教会の車、僕が乗ってないときに見たら僕の財布があるかもしれません。でもそういうことしょっちゅうやってるが、やっぱりやるたびに焦りますね。財布が、財布でお金は入ってないです、ほとんど、ほとんど入ってません。だけどカードが入ってる。今ね、あれが怖いね、キャッシュカード、クレジットカードね、はい、だからドキッとしますね。必死で探します。で、必ず見つかって、だから幸い僕は未だに完全になくしたことはないです、今のところはね。今のところは今になくすと思います。うん、今になくすと思う。で、見つかった時の喜びというのは、それは格別だね。でも何か起こったことはないけどね。でも聖書的に言うと何か起こらなきゃいけない、見つかったということを一緒に喜ばなきゃいけないですね。神様は私たちをいつも探しておられる。実はあのエデンの園の時からずっと神様は探していらっしゃいます。アダムやエヴァに声をかけて、あなたはどこに行ったのかと探していらっしゃる。皆さんは自分が道を見失ったなと思うときに、いつでも神様があなたのことを探していらっしゃるから、安心して道に迷っていい。神様が探していらっしゃいますから、あなたが探す必要はない、あなたがどっちの道を行くか見つけようと思ってもそれは無理。神様が探してくださる。しかもこの話を読むと、この羊飼いは見つけた羊を喜んで、その羊を担いで帰ったと書いてある。担いでって書いてある。なんで担いだと思います？また迷うからです。ね？またほっといたらまたどっか行っちゃうから。担いで。もうどこにも行かないように。ね、ルーク。今日はいい子してる。担いで帰って。でもどこにも行かないようにということと、僕は君を大切に思ってるよっていうその気持ちを羊に伝えるためでしょう。どこにも行くなよ。皆さんはイエス様の肩に担がれてるんです。ね？自分が歩いてるんじゃないよ。イエス様の肩に担がれてる。ね？かわいいね。はい。よいしょ。はい、こういう状態ね。イエーイ。さとちゃん、イエーイ。ね、絶対安心だね。ああ、困ったな。かえって不安になってる。ああ、ちょっと迷子になりかけて。最後にお願いしたいことは、他にもたくさん見失ってる人がいるということです。ね。皆さんが今度は羊飼いにならなきゃいけない。皆さんがイエスキリストの代わりになって、もう自分なんかいなくていいと思っている人のそばに行ってあげなきゃいけない。見捨てられるべき人は誰もいない。もしそう思っている人がいたら、黙ってその人のそばに行ってあげることです。
あなたは大切な人なんだよということをいくら言葉で説明しても伝わらない。でもその人のそばに行って、その人と一緒に時間を過ごすことによって、その人は、ああ自分はいていい人間なんだなということがわかる。我々はイエス様によって見出された、イエス様の肩に担がれている。じゃあ次はやはり同じように見失われている人はいないか、道に迷っている人はいないか、そういう人たちのそばに行って、あなたは大切な存在なんだよということを教えてあげなきゃいけない。それは私たちの務めです。お祈りしましょう。天のお父様、今日はとても天気の良い日にこうして皆さんと一緒に野外礼拝を持つことができて感謝をいたします。私たちは皆見失われていましたが、イエス様によって見出されて、今みんなイエス様の肩に担がれていることを感謝します。誰一人自分なんかいなくていいと思う人はここにはいません。でも教会の外にはそういう人たちがたくさんいると思います。私たちを小さな羊飼いとして使わせてください。そしてあなたは大切な存在なんだということを私たちも伝えることができますように。そしてそういう人たちが神様のもとに戻ってきたときに大きな喜びがあると聖書に書いてありました。大きな喜びが天にもある。天使たちも喜んでいる。この喜びをもっともっと増やすことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ではもう一回賛美しましょう。よいしょ。ああ、喉渇いたね。あ、大丈夫です。はい、愛の花を咲かせよう。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 力の限りを尽くして。以上で礼拝は終わりです。